ゆうこです。今週は僕らの宇宙旅行をお送りしました。どうしてこの曲を選んだかというと、息子たちと何のテレビを見ようかと探していたところ、昔よく見た21エモンを発見し見たからです。懐かしいな、こんなキャラクターいたなとか、エンディングの曲好きだったなと口ずさみながら楽しんでいます。それからというもの、夜月や星を眺め、昔のことを思い出したり考え事をしたりして過ごしています。以前から私は昼間月を見ると宇宙を感じました。皆さんは宇宙を感じることどんな時にありますか？月への旅行も行ってみたいと思う反面、怖くもあります。でもきっと宇宙から見た地球は想像以上に美しいんだろうなと思います。青くて美しいであろう地球をいつまでも残せるように気をつけて生活していきましょう。それではまた来週。